濃度が高いが上品に仕上がっている、あんなに濃度が濃いのはここぐらいなどの声が寄せられたお店、酒田市富士見町のラーメンガチリン。もともと僕が濃厚系好きで、僕の好きな方向のやつをちょっと振り切ってやろうということになって、唯一無二の一杯、泥中華プレーン。醤油だれと合わせるのは豚 100% のスープ、さらにコラーゲン質のある肉も加えることで独自のとろみを出していました。自家製中太麺はスープに負けないようふすまと呼ばれる小麦の外皮などを練り込み旨味をアップ。濃厚なスープと、あとちょっと特殊な麺がこの辺ではなかなか食べられない麺なので、麺もなんだろう、ちょっと変わった麺で美味しいです。僕自体の多分人格なんですけど、あんまり人と同じことをやりたくないなっていうのがあって、そこでしか食べられないようなものを出したいなと思って心がけてやってます。醤油のほか4種類の味が楽しめる泥中華は昼だけの提供ですのでご注意を。